転んでるライディング多くないですか。なんか調子悪くないですか。全然決められない。ダメだ。今日はちょっとメンテナンス不足ですね。これは入った方がいいじゃん。ちょっともう今日はいつも早いけども戻ります。じゃあ欠席ってことでいいですね。はい、欠席します。すいません、お先失礼します。何やってるの。どういう演出か知らないけど無駄な演出すいません。はい、ということでね、今回の動画なんですけども、クメブローズのビギナーズガイド早速やっていこうと思うんですけど、はい、今回のハウトゥーの内容はビギナーズガイドとは言ってはいるんですけども、上級者の方にもよく見かけるし、あ、これ俺のこと言ってるなっていう風に思う方も多いと思うんですよ。そう、今回僕らがお伝えしたい内容はワックスの全てについてです。お、今この内容を聞いてんなことかよって思った、そこのあなた、次のサーフィンで怪我を引き起こすワイプアウトをしちゃうかもしれないし、あなたの今世紀最大の技を転んでしまう可能性になってしまうかもしれません。大げさじゃないですか。大げさじゃないんだってかい、これが本当にそのスリップが原因で決めれたはずの技を転んでしまう、これはもう本当に残念なんで、そういった可能性を少しでも減らせるような内容となっております。このやり方をやれば 120% のグリップ力を発揮できるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、そして今回のこの動画なんですけども、サーフウェブメディアのクイバーさんご提供でお送りさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画で使用するアイテムなどの使用方法だったり金額、そして購入先などが分かりやすく記事としてアップされているので、ぜひそちらの方も動画と一緒にチェックしてみてください。ということで早速やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ワックスについて説明していこうと思うんですけども、はい、じゃあ、まあそもそもワックスって何ぞやっていうところなんですけども、これはサーフボードの表面にいる滑り止めになります。でスキーとかスノーボードだとボードの裏っかしに滑りを良くするために塗るものだと思うんですけども、そうですね、そうサーフィンはもう真逆で、表側に足を置くところに塗る滑り止めとして使用されるアイテムなんですよ。ワックスにも種類があってこんな感じで、で結構ありますね、はい、これはシーズンによって使い分けるんですけども、はい、冬のワックスは柔らかめ、柔らかめ、はい、はい、そして夏のワックスになると固めのワックスになってくるんですけど、なんでですか。これは冬用のワックスは柔らかいんで、夏に使うと溶けて塗れなくなっちゃうんですよ。ああ、なるほど。そう、逆に夏用は硬いから冬に塗ってもグリップ力を発揮しないんですね。つまりシーズンに合わないワックスを使用するとグリップ力が発揮されないので、はい、シーズンに合ったワックスを使用するっていうのが必須になってきます。僕が愛用してるワックスはこれ、セックスワックスなんですけど、はい、これはこうパッケージにシーズンが分かりやすく記載されてるんで、これおすすめです。ぜひ使ってみてください。早速やっていきながら、ワックスについて説明していこうと思うんですけども、これまずこの主役の根源を剥がさないことにはワックスアップできないので、まずワックスを剥がすとこから説明していこうと思います。はい、汚いですね。これね、そうなの、これ冬のサーフィンはしょうがないと思うんだけど、はい、ブーツを履いてると塗ったばっかでもわりかしすぐにこうやって汚れちゃうんだよね。なるほど。そう、だからちょっと早めのメンテナンスが必要になってくるんですけども、まあ、早速ワックス剥がしていくんですけど、はい、こうワックスはこう塗りっぱなしじゃダメで、こう定期的に剥がしてメンテナンスする必要があるんですよ。はいはい。でそのメンテナンスをするときに使用するのが、はい、これ何ですか。こっちは大まかにワックスを剥がすスクレーパー、はい、そしてこっちは残ったワックスを剥がすリムーバー液になってます。はい、でこれを用いて剥がしていきます。ここでもね、すごい注意点、アドバイス、あと必殺奥義っていうのもね用意してるんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。タイミングなんですけど、はい、このあらかじめ、まあ、塗るときにこれご説明するんですけど、ベースコートを塗ったダマが潰れたときがまず一番の目印で、もう一つが、まあ、汚れたとき、まあ、特にこの僕のボードなんか冬でブーツでこう擦れてすごい汚れてると思うんですけど、まあ、この時もワックスの塗り替えが必要になってきます。っていうのはまずシンプルにやっぱかっこ悪いじゃん。そうです、そう、やっぱ汚いサーフボードでサーフィンしてるっていうのはいくらかっこいいライディングしててもかっこ悪いと思うんで、まず僕はそれを綺麗なサーフボードでサーフィンしたいんでまず剥がしますっていうのと、やっぱ
こう汚れてるってことはもう球も潰れてるんで著しくグリップ力も低下してるんですよ。その2点に当てはまった場合、僕はワックスを剥がすようにしてます。はい、じゃあまずこれでこのスクレーパーで大まかなこのワックスを剥がしていくんですけど、これ剥がすとき結構力が必要なんですよ。はい、なんで、まあ、今これ僕台使ってやってるんですけど、例えば下地面に置いてやるときとかは絶対下に例えばなんかもう硬いものとかがないかどうか確認してください。じゃないとすぐサーフボードの裏側に傷がついちゃって修理しなきゃいけなくなっちゃうんで、そこら辺は注意してやっていきましょう。はい、まずこんな感じでデッキ面に塗ってあるワックスを大まかに取っていくんですけど、はい、こういった時にほら見て、こうへこんでるとこはさ残っちゃうから、これはまずほっときましょう。まず大まかにざっくり取っていく。これで、はい、ここでクメブローズのワンポイントアドバイス。このレール面、このサーフボードのレール面の時はちょっと優しく取るようにします。じゃないとこの角に、はい、このスクレーパーの角が食い込んで修理しなきゃいけない状態になる時もあるんで、ここに関しては優しく。そしてもう2つ目のアドバイスが、このステッカーの上のワックスを剥がす時、剥がす時にこのスクレーパーで引っかえちゃうと剥がれちゃうんですよ。でも剥がれちゃったものはもう二度とつきません、はい、なんでここで注意しなきゃいけないのが、このワックステッカーの上にヘラを置いて外側に向かって剥がすようにしていきます。ステッカーの外からヘラを持ってってステッカーに到達すると、ここでガリッてステッカーを剥がしちゃう。必ずステッカーの上にヘラを置いて外に向かって、こうすればステッカーを傷つけずにワックスを剥がすことができます。でまずこうちょっと半分取っていたんだけど、へっこんだところのワックスを取るときはこのへっこみに対してこのヘラを立てて使うと、こんな感じで剥がすことができるんで、ここもざっくりこのスクレーパーを使ってへこみの部分も取っていきます。はい、で半分取ってみました、はい、ちょっと分かりやすいように、うん、ここまではこのスクレーパーを使えばワックスを落とせます。ここからこの液体リムーバーを使ってこの残ったワックスを剥がしていくんですけど、ここでめちゃめちゃ使いやすいアイテムがあるんですよ。それがこれ。何ですかそれ。これコストコに売ってるペーパータオルなんですよ。髪がボロボロにならなくてものすごい調子です。これはぜひ使ってみてください。おすすめです。これをサーフボードに吹きかけていきます。こんな感じで、うん、そう、これね結構もう多めに吹いちゃって、うん、ざっくりで、ここですごい重要なんですけど、はい、このワックスが塗ってないこのノーズの部分にも、はいはい、これ掃除するのにすごくいいんで、こうやって吹きかけます。でこれ吹きかけてから30秒待ちます。はい、残ってるワックスがもうすでに溶け出してて、こういうへこみとかに残ってるワックスだったり、このステッカーのこう周りに残ってるワックスは全部このリムーバー液で溶けます。見て、ほら、もうすごい、もうほらこういう感じでただ拭くだけで取れるし、こうやって拭いてもこのペーパーも切れないんで、もうとにかく拭きやすい。見てよこれ。でこのへっこみもほら、もうすごい、こんな綺麗になるんですね。すごい綺麗になるでしょ。でこのノーズのワックス塗ってないところもこうやって、実はこう手とかのについたワックスがこうノーズにもくっついちゃってるから、こうやって拭くともう見違えるように書き方なる。見た目もかっこいいですね。そうなんだよ、やっぱ汚いボードでサーフィンしてるよりさ、はいはい、全然気持ちもいいしかっこいいじゃん、はい、うん、じゃあこれ半分、あと残り半分はお急ぎでやります。おお、ピカピカすんでしょ。これでワックスダウンは終了じゃないんですよ。終了じゃないじゃない。もうここが大切なところなんだけど、はい、その裏側、裏滑走面ですね、サーフボードの、はいはい、こっち側もこのさっきのこのリムバー液を使って綺麗にして終わりです。まあどうせなら綺麗な方がいいですもんね。そうでさ、こっち側にじゃあワックスがくっついてるからライディング中に支障があるのかって言ってたら、それは正直わからないかもしれない、うん、そうだけどサーフボードを綺麗にして
こうやってメンテナンスすることによってもしかしたら壊れてるかもしれないクラッシュの箇所とかも見つけられるし、やっぱそうやってサーフボードをきれいにするっていう心構えがレベルアップのキーになるっていうことは間違いないと思うんで、面倒くさいって捉えるか、一回でもワイプアウトを減らせるんだったらやってみようって捉えるかは、まあ人それぞれだと思うんですけど、僕らは実践してます。はい、マックスダウンは終了です。ここまでやってね、きれい。で続きはじゃあ早速このきれいにしたサーフボードにワックスアップしていくんですけど、はい、もういきなり重要な点があるんですよ。はい、何ですか？それはベースコート、はい、そしてトップコートっていう2種類の層で作られてるんですよ。へえ。そう、これは絶対にこのベースコートっていうのは必要になってくる。まずこの塗る範囲なんですけど、はい、サーフボードと体が密着する部分に塗っていきます。はい、ペッパチの上からこの胸のつくあたりまでをワックス塗っていくんですけど、はい、結構半分ぐらいしか塗ってない人もいますもんね。そうなのよ、そこ足つくとこしか塗ってない人と、そうで、それをね、ほんとじっくり説明していきたいんですけど、はい、本当にそう。まずこのベースワックスね、このベースワックスだとこれここにね、ベースコートって書いてある。これが、はいはい、そう、セックスワックスのベースコート、はい、でこれを塗っていくんですけど、もうこれいきなりワンポイントアドバイス、これベースコートで全てが決まる。なんでこのベースコートでをまずしっかり塗っていくっていうのが重要になってきます。優しくベースワックスをまず塗ってきます、はい、こう A を描くように、ほんとここはまず最初は力入れないで、でこの時にあんま強く力入れすぎるとこのベースコートのダマができない、平たくなっちゃうから。あ、なるほど。そうだからここでまず本当円を描くように下地作りは優しく時間かけます。こう縦だけじゃなくて横だけじゃなくて円を描くようにすることで綺麗なグリップ力のある玉を作れます。この凹凸が非常に大切で、うん、これが真っ平らになっていると、はいはい、もうそもそもグリップ力も半減してる。でも剥がす時ってさ、さっきの一番最初に言ったけど、はい、ワックスの玉がなくなったら剥がすタイミングだって最初に説明してると思うんですけど、はいはい、もういきなりその状態を作っちゃうことになるから、はい、まずはやっぱこの玉を作るっていうのを見て、ね、優しくやってるともすでにちょっと玉できてる、ね、確かに。でもこれまだです。始めたばっかってどのぐらい塗ったらいいか分かんないと思うんですけど、もうベースコートはとにかく多めに塗ってください。もう塗りすぎてるかなって思うぐらいベースコートは塗っていい。塗らなすぎよりも塗りすぎてる方が絶対にいい。とにかくもうケチらずもうゴリゴリ塗ってください。ただ優しく時間かけて、でこの足のつく位置だけじゃなくて、こうテイクオフするときに掴む手の位置、はい、ドルフィンスルーとかね、はいはい、で掴む手の位置にもしっかり塗ってきます。こういう感じで。確かに。俺昔そこにワックスなくて青に直撃しましたからね。そう、本当に危険だからもうドルフィンシルーしようとしたり手立とうとした時にツルンってなってサーフボードに顔ぶつけたりして、怪我マジ危ない。そう、怪我の原因になったりするから。でもうこれでまず下地作りは完成です。でこっからは注意事項についてちょっと説明していこうと思うんですけど、外とかでワックス塗る際にこう地面に置いてこう塗ってる人とかたまに見かけるんですけど、はいはい、それはもう絶対に NG です。なんでですか？下に落ちてる砂利だったり、はい、まあ、硬いものがサーフボードの裏側に食い込んでもうそのまま修理工場行きになります。なので絶対にやらないでください。そしてサーフボードの足を置く部分だけにしかワックス塗ってない方たまに見かけるでしょ、はい、それも僕はもうおすすめしない。後ろ足がデッキパッチの外に行く時もあるんですよ、はいはい、なんでこの前足の部分だけにしかワックス塗ってない方はこの後ろ足がデッキパッチからずれた時にはもうスリップして転びます。うーん、なんでそのスリップの可能性を限りなくゼロにするためにも、もうワックスはケチらずにデッキパッチの上から胸のとこまで全体的に塗るようにしてください。でこれが、あ、今俺これやっちゃってるわって思った方、もう次サーフ行く前に即そこにワックスを塗ってください。スリップでのワイプアウトっていうのはもう事前に簡単に自分でも回避することができるんで、もうそこはワックスをけじらずに全体的にワックスを塗っていくようにしましょう。板も壊れちゃったりしますもんね。そうなんだ、足滑ると。そういいこと言うね、カイ。ナイスフォローですね。ナイスフォロー。そう、確かに本当にそう、もう滑ってさ
膝がここにドーンとぶつかったりしたら、はいはい、ワックス台よりも高くつくから。確かに。そう、今 A を描きながら優しく塗ってきたと思うんですけど、はい、これをめっちゃ力入れてやってみるよ、一方方向に、はい、じゃあ縦に力入れてやるよ。今この玉を作ったやつをこれ縦に一方方向で力強くやったパターンやります。ああああああ、こうなります。力入れる粒が潰れた状態、もう要は剥がさなきゃいけない状態にを作っちゃうんで、もうこれはあの絶対してほしくないから、とにかくベースコートは優しく塗ってください。よし、これでベースコートは終わりです。でここからはトップコートになるんですけど、まあ、先ほどもお伝えしたようにこんな感じでワックスには季節によって柔らかさが変わっています。なので今はまあ大体早春2月だから、まあ、このセックスワックスというとこの紫か、はい、この紫で、最初はこのワックスの塗る力加減だったり量だったりっていうのが分からないと思うんですけど、その辺はやってるうちこうだんだん分かってくると思うんで、まず最初はまあ力入れすぎずに、まあ、塗りすぎかなって思うぐらい塗ってもらうといいと思います。はい、トップコートは力入れます？トップコートもやっぱ力入れないです。ただベースコートに比べると量は3分の1ぐらいでいいと思います。トップコートっていうのは毎回塗らなきゃいけないから、サーフィンって、はいはい、ベースコートは最初の塗り替えた1回目だけ、トップコートはサーフィン行くときに毎回塗るものなんで、はい、ベースコートの3分の1ぐらいでいいと思います。でこれも全体的にトップコートこれで終わりなんですけど、はい、もうベースコートに比べると時間全然かけてないと思う、はいはい、だからトップコートっていうのは表面にまんべんなく塗れればいいと思うんで、このぐらいの量塗っていただければ大丈夫です。ただ本当にこのどれぐらい塗ったらいいか分かんないって方はちょっと塗りすぎのぐらいの方がいい。これでワックスダウン、そしてワックスアップについての解説は終わりです。全然変わったでしょ最初の。ちょっとビフォーアフターここで出しちゃおうか。この玉を作ることによって本来のワックスのグリップ力っていうのは発揮されます。なのでここをキープするようにしてサーフィンしてください。はい、ということで今回のクメブローズのビギナーズガイド、ワックスの全てについてお話しさせていただきました。めんどくさいなと思う部分もあるかもしれないんですけど、誰でも簡単にワイプアウトを減らせる方法だと思うのでぜひ参考にしてみてください。そして今回この動画で使用したアイテムはクイバーさんの方で分かりやすく記事として掲載されているので、そちらの方もこの動画と合わせてチェックしてみてください。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。クメブローズでした。ハッピーウィーケンド。